今、ストリームの接続をしました。多分、あどっりがかのタイとう。ミングで、あれですね。接続が、もう出てるかもしれないです。出てあ、る了か。解です。ちょっと待ってください。じゃあ、うまくつながったっぽいんで、ちょっとツイッター、リツイートしますね。すみません。じゃあ、うまくつながったっぽいんで、ちょっとツイッター、リツイートしますね。すみません。なんかハウリングっていうか、なんか音がこう、ループしてます。本当ですか？はい。ちょっと、あれかな、僕の、こいつがうるせえのかもしれないな、このスマホの。ちょっと、あれかな、僕の、こいつがうるせえのかもしれない。すみません、ちょっと視聴者の皆さん、ちょっとお待ちください。すみません。よし、で、バイオショックさん、大丈夫ですかね？聞こえてますか？はい、聞こえてますよ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと。今、ハウリって大丈夫そうですか？大丈夫ですね。大丈夫ですか？よし、じゃあちょっと時間になったので始めたいと思います。はい。じゃあ、今日は、よろしくお願いします。じゃあ今からちょっとイベントの方を始めたいと思います。じゃあちょっと今画面共有で、趣旨とか自己紹介の方させていただきます。今、あれですかね、画面って見えてらっしゃいますでしょうか？バイショさん大丈夫ですか？はい。私は見てますね。見てます？ YouTube も大丈夫かな？ちょっと待ってください、ね。一応。何回やっても慣れないんですよね。大丈夫だな。映ってそうなんで。どっか YouTube って、はい、Twitter で。今 Twitter で流したんで、多分そこからも入ってこれると思います。じゃあちょっと今日の趣旨、なんですが、今日はですね、まあ、10年後、世界は SF になると思うという、バイオショックさんが、コミュニティのブログで、書いていただいた記事の、まあ、長文なんですが、まあ、それの前編、前後半分けて、まあ、今回前編になります。で、ライブでですね、今日の内容としては、まず、まあ、結論だったりとかを端的に、まあ、話した上で、まあ、今 AI の、直近の部分、ですね、直近の技術が、まあ、生成 AI とか、ジェネレティブ AI みたいな話が中心だと思うんですけど、まあ、その一歩先のですね、まあ、一般化知能っていう、これはバイオソフトさんの定義の言葉かもしれないんですが、はい、まあ、いわゆるですね、AI エージェントみたいな、時代が多分10年以内に、まあ、来ますよっていう話ですね。そこら辺までが今日の話です。で、まずですね、ちょっと軽く自己紹介などさせていただいた上で、まあ、内容に入っていって、でちょっと YouTube の、ライブのコメントもちょっとできるだけ反応しながらやれたらなと思っています。はい。で、まずちょっと自己紹介からなんですが、まずバイオショックさん、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？そうですね、はい。私は、まあ、エンジニアで、まあ、AI のなんか動向とかをちょっとウォッチするのがある意味結構楽しくやらせていただいていて、ツイッターでいろいろ発信させていただいていて、まあ、国内外の AI の動向とかのまとめですとか、そういったところをブログで書かせていただいたりしていますと。はい。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、私が、今、ノーコードですとかの、まあ、テクノロジー系のエヴァンジェリストとか、まあ、協会としてですね、まあ、いろいろ世の中に広げていくみたいな活動をしつつ、まあ、そういうものを事業に接続していって、まあ、株式会社でしたりとか、あと産学みたいな形で、なんていうんですかね、こうインキュベーションみたいな、ところから、まあ、事業につなげていくみたいな、そういう活動をしています。で、今回ですね、まあ、フューチャリストコミュニティという、1年半ちょいくらい前から2年弱ぐらい、まあ、いろんな多岐にわたる、未来、
で、各分野ごとに大体ですね、AI だったら AI の人たちとか、まあ、Web3 だったら Web3 みたいな感じで、まあ、結構縦割りに分かれちゃってるところが世の中的にあると思うんですが、あんまり縦割りではなくて、まあ、総合的にこう未来を見つつ、まあ、それをバックキャストしてインキュベーションするみたいな、まあ、そういう、こう趣旨、に興味のあるメンバーが、まあ、各分野から集まってきているコミュニティがあります。で、右上のバーコード見ていただくと、コミュニティのホームページがあるので、まあ、そこでなんとなくどういう活動してるかとか、まあ、過去の辿っていくと見えるかなと思います。で、その一環としてですね、今日の、企画、も、ライブとか、まあ、最近この YouTube、チャンネルですね、フューチャリスト系の活動だったりとか、まあ、いろんなこういう、まあ、要約的な話とか、みたいなのも配信を始めています。で、今日ですね、ちょっとバイオショックさんとこの後ですね、まあ、中身に入っていくんですが、まあ、割とその長時間の話になったりとか、あと内容的にも結構、あれですよね、そのさまざまな事例だったりの話とかにこう没入していくので、最初にまず簡単にあの要点をまあ3分ぐらいでこう話した上で、まあ、これについて話してるんだな、みたいな、後の話はですね。っていう感じでこう聞けるようにしたいなと思ってます。で、今日ちょっと、冒頭に申し上げた通り、あの前編なので、まあ、実際ですね、後編っていうのを、まあ、2月かな、1月か分かんないですけど、来年ぐらいに、まあ、後編できたらなと思ってます。で、前編としてはあの AI エージェントの話までです。で、ですね、バイオショックさん、今回、なんか結構、ね、具体的な年代とかで、予測的な話をすると思うんですけど、なんかそのバイオショックさんの、なんか、はい、スタンスというか、まあ、結構、あれですよね、その、年代で示すとかって結構あんまり具体的にサイエンスの方があってあんまりこうやらなかったりすると思うんですが、あ、まあ、一応バイオショックさんのスタンスとかももしできれば今のうちにちょっと前提として、あ、そうですね、はい、まあ、一応、まあ、基本的に未来を予測するって厳密にはできないと思うんですよね、うん、まあ、ですけれども、まあそうですね、基本その現状の AI の分析をするか、あのもしくはもう少しこうイメージベースでいろいろ膨らませる方っていうのは結構多いと思うんですが、まあ、その中間で結構なんかコンサルタントがやるような年代ベースでもうちょっと具体的な予測するっていうことを日本でやってる人ってあんまり、発信してる人ってあんまりいないなって思ったので、うんうんうん、ちょっとまあ自分がいろんな、なんですかね、資料とかを読み込んで発信したいなっていったところで、うんうん、まあそういうスタンスはありました。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。まあ、ということなので、まあ、一種の指針だったりとか、あるいは仮説ですからね、あくまで仮説として、考えていますということで、で、今日の話も、まあ、それに基づいて、今、生成 AI、ジェネレーティブエヴァ AI が、まあ、話題なんですが、まあ、ちょっと先、その先のところまで、汎用人工知能とかに、到達する手前として、一般化しのエージェン AI エージェントの話があったりとかっていうところまで、今日ちょっと具体的に話していきます。いくと、で、後編ではその後ですね、汎用人工知能か超知能、私、その社会への影響とか、まあ、そういう話を、多分来年するんですが、まあ、その手前として今日の話、が、まあ、その話をする手前のリテラシーとして、まあ、知っておきましょうという感じですね。そうですね、まあ、手前って言ってもまだ結構10年後までの話なんで結構ボリューミーだと思いますけどですよね。まあ、要は今から10年以内の、まあ、話が、まあ、今日の前編の話になりますということで、はい。はい。ということで、ちょっと本編の方入っていきたいなと思います。じゃあ、バイオショックさん、ちょっと、バイオショックさん。共有しますね、はい。ありがとうございます。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。それでは、まあ、ちょっと最近結構 AI の論文とかすごい多くてですね、まあ、ちょっと最初あれなんですけど、まあ、どなたかもし知っている方がいたらでいいんですが、最近 AI の論文とかめちゃくちゃこうガーッと質感数的に増えていって、私もちょっとこうウォッチするのが大変になってきたので、なんかもしこういい感じに論文をピックアップするなんか組織とか、あとフィルタリングする方法とかあったら、なんか私に DM なりなんかリプなり YouTube のコメント欄なり書いていただけたら嬉しいなという感じですね、と。はい。で、
で、今日の流れなんですけど、まず結論としては、現状、ジェネレーティブ AI っていうのを皆さんちょっと聞いたことあるかもしれないんですが、まあそういう AI の最終形態として、まあ2026年頃、まあ今から4年後ぐらいに AI エージェントっていう、まあある種もっとこう、アクション志向な、まあ、行動志向な AI が、まあ本格的に今から4年後ぐらいから台頭してきて、で、そこからまあ、2030年代に入るともう世界はすごいもう SF チックになっているっていうところが、まあ私の考えてる、未来となりますと。で、これが結論ですね。で、今日の流れとしては、この結論を、ま、あって、で、そこの具体的な、まずイメージを共有させていただきたいな、とところがあります。で、そのイメージを共有して、ああ、こんな風に10年後なるんだ、っていうのがなんとなく分かって、たところで、まあ、その根拠といいますか、まあ、なんでそういったことが起こるって言えるのってところを、今日話していけたらなっていうふうに思っています。はい。はい。といったところで、じゃあまず、あれですかね。もういきなり入りますけど、じゃあジェネレーティブ AI っていうのが最近話題ですと。で、こちらはまあ、まあ、今年、ステーブル、ディフュージョンというか、まあ、出たところでオープンソースになって、まあ、画像生成 AI がな、すごいもういろんなサービスがもうめちゃくちゃ出てきて、ちょっと僕も追い切れてない状態レベルなんですけど、まあ、そういう、まあ、いろんな、あれですね、生成 AI。まあ、これ、なんか、ガートナーっていう、まあ、テクノロジーのトレンドを予測してる組織の、まあ、定義によると、まあ、コンテンツとかものを、まあ、学習して、まあ、いろんな、創造的なアウトプットを出す機械学習手法っていったところのようですけれども、まあ、これがもうここ1年でも、まあ、こう半年か、でも爆発的に伸びてきています。うん、ってところです。で、まあ、ジェネティブ AI は、まあ、そうですね、まあ、画像とか動画とか音楽とか音声とかテキストとかコード、ソフトウェアコードとか、まあ、はたまた、まあ、製品設計に至るまで、何らかの新しいコンテンツを、学習して生成するっていうところがありまして、うん、で、これが、まあ、2023年後までには、大規模な組織からのアウトバウンドメッセージの、まあ、30% が、このジェネティブ AI になるんじゃないかって予測もあるくらいですねっていう。うん、なんか具体的にはあれですかね。なんか今だと、まあ金融機関が株のトレードとかを、まあ AI 的なのでやったりしてるんですけど、はい、まあどっちかっていうとコンシューマー向けのものだったりとかの、はいはい、企業から出てくるような、まあクリエーションの 30% とかが結構 AI が実は作ってますみたいな、まあそういうイメージですかね。ああ、そうなる、なんか3年後までにそうなる可能性があるっていったところだと思いますね。あ、なるほど。はい。はい、で、1年後の、そうですね。で、ジェネレーティブ AI、まあ、ちょっとここ1、2年の予測になるんですけど、うんうんうん。1年後までに AI 界隈で起こることの予測っていうのがありまして、うんうん、今は結構画像生成 AI っていうのが結構話題だと思うんですよね。あ、ちょっとツイッターに飛びますけど、あ、これか。これ見えますかね。あ、見えますね。大体、まあ1年前の1月にダリーっていうその画像生成 AI が出てきて、うん、そこから、まあいろいろあって、まあ今年に入って2022年ダリー2っていうのが出てきまして、まあこれはより高精細な画像生成 AI ですと。うんうん、そこからこう、どんどん出てくるんですよね。Google からとか、あとは清華大学とかから、画像生成 AI の、なんか高精度版みたいなのが出てきて、で、今年8月、まあ、ここですね、もうなんかその大爆発的に、今年画像生成が出てきたのが、うん、ステーブルディフュージョンっていうのがオープンソースになってから、もうすごいいろんなサービスが、乱立するようになりましたと。うん、で、これは、まあ、基本、
なので、今年画像生成 AI がすごい話題になっているんですけど、うん、大体、じゃあ2023年はどうなるかっていう予測がありまして、まあ、これは、まあ、ある投資家の方が、まあ、予測しているものなんですけど、そうですね、オーディオ、今度オーディオになりますよっていうところを言っていますね。うんうん、最近なんか、ライオンっていうその、なんていうか、オープンソースの、その AI を学習して公開するような、なんか、組織があるんですけど、まあ、そこで、音の生成 AI の、その事前学習したモデルとか、最近、ちょっと忘れちゃったんですけど、今月かな、うん、発表してたりして、まあ、次、トレンドなの、音の生成、うん、AI じゃないか、みたいな話が、あったりして、で、まあ、これがあれですね。これもちょっと、セコイアキャピタルって、確か、うんうん、まあ、そういう、投資会社なのか。で、の、予測なんですけど、まあ、ここは、まあ、このオレン、赤色がま、最初の前段階です。うん、で、今年、まあ、まあいろいろテキスト、あ、そうか。テキスト生成 AI も結構、まあ、水面から結構いろいろ話題になってまして。うん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 、で、それが、もう来年には、まあ、レディーフォープライムタイムのでも結構使われてきて、うん、で、これがおそらくそのアウトバンドメッセージって言ったところだと思うんですよね。そのさっき、大組織の、うん、メッセージとか。テキストのことオンリーで言ってたのか。なるほど。まあ、おそらくそうですね。うんうん、まあ、なので、まあ、来年から3年後までかけて、結構テキスト生成で、まあ。チャット的な話ですね、チャットとか。あ、そうですね、チャット的な。うん、まあ、そっか、それはもう最近出てきてますね、カスタマーサービス的な。なんか。そうですね。そういったのがどんどん来年から、こう、どんどん爆発していくんじゃないかっていう予測。うんうんうん。まあ、コード、これはまあ、プログラミングの生成とか、まあ、画像生成も、まあ、まあ、もう今年もすでに爆発しているようには見えますけども、さらに、まあ、3年後に本格的に、うん、来るんじゃないかっていった感じですかね。で、ビデオは、はい、あ、ちょっと、ごめんなさい、コメント来てたんですけど、はい。なんか最近になって、その AI の、まあ、論文が急激に増えてるのは、こう、なぜですかみたいな。はいはい。で、これやっぱオープンソースとか、なんなんだろう、まあ、ストックが積み上がってきて、さらにそれがオープンソースになってみたいな繰り返しがやっぱり原因ですか。まあなんか、そもそもなんか2012年からディープラーニングが始まって、うん、まあその、なんですかね、ソフトとハードのの、なんか、そうですね、投資がすごい増えていって、大体、何ですかね、まあ、いろんなハードとかソフトとかアルゴリズムの効率化みたいなのを合わせると750万倍みたいな、うん、何ですかね、希望感になってきてる、うんうんうん、らしいので、まあなんか、そういったところが、まあ今年、なんか、まあ一般的に見えてきた、もう、うん。まあ、あと5年前にトランスフォーマーっていう、なんか、モデルが出たのも多分大きいのかなっていうのはありますね。まあ、その相当すごい、うん、なんですかね。まあ、様々なタスクに応用できる、うんうん、AI のアルゴリズムなんですけど、まあ、ソフトの進化、アルゴリズムの進化とハードへの投資が増えた。うん、だところと、あとはまあビッグデータとかをどんどん活用できるようになってきたってところを、この3点をこう掛け合わさって、今爆発してんじゃないかなっていうのは。うん、これはですね、多分今日後半の話で、その辺も触れますよね。ここから10年。あ、そう、そうですね。うん。で、ますね。この後の話に期待ということで。はい。はい。で、これ、その、全然前段なんですよね。全段。まあ、これ前段なんで、前段の話なんで、はい。で、AI エージェントで次、
で、そうですね。で、AI エージェントの話に移りたいんですけど、うん、はいはいはい。で、AI エージェントっていうのは、まあ、生成 AI とは、まあ、何が違うかっていうと、まあ、一言で言うと、なんか生成 AI の最終形態みたいなものが、うん、おそらく、その、なんですかね、AI エージェントとか言われるようなもので、まあ、ブログでは一般化知能って僕呼んでたんですけど、なんか最近それ分かりにくいなと思って、うん、AI エージェントって最近呼ぶようにしてるんですけど、うんうんうん、でそれが、まあ、もしかしたら、別に4年後とかじゃなくて、もっともう来年とか再来年から、もしかしたら来るかもしれないというのはあるんですけど、うん、まあ来るっていう定義にもよるんですけど、まあ、とりあえず2026年頃から、まあ本格的に、まあ普及し始めるんじゃないかなっていうイメージは持ってますね。で、まあ、これなんでかっていうのは、ちょっと後で、ちょっと話したいんですけど。はい。で、そうですね、最近、これとかわかりやすいかな。まあ、その、AI エージェントの特徴とかを、まとめていただいてるんですけど、うん、まあ、今の AI って、ジェネレーティブ AI だと、その入力に対して出力するだけだと思うんですよね。現状の AI って。うん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 、そうじゃなくて、もっと複雑な、何ですかね。例えば、うん、お客さんからなんか連絡あったら、ちょっと取引先にメールしておいてよみたいなことができるようになる。うんうん、で、それって、ジェネレーティブ AI だとちょっと難しい。というか、うん、まあ、その発展した最終形態ではできそうなレベルがあるんですけど、うん、そういうなんかどっちかっていうと、なんか出力、入力して出力するっていうだけのように見えちゃうと思うんですよね。なんかジェネリティブ AI って互換がなんかそもそもなんか生成するだけじゃんみたいな、うん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 、いうふうに思えちゃうんですけど、でもその、そういうイメージではなくて、まあ、その、AI エージェントっていう、まあ、名前の通り、なんかそのエージェントというかなんかアシスタントをするような AI が、うん、まあ、今後、まあ数年で結構発展していくてい。あれですよね。前回のあの AI 最新動向のライブの時に見せてくれた、はい、なんかあのスマホの画面にキャラクターが出てきて、で、そのキャラクターにいろいろ語りかけると、秘書みたいな感じで、その可愛いキャラが、なんかいろんなことしてくれる、ね、タスクしてくれるみたいな。はい。なんかまさにそれみたいな感じですね。あ、そんな感じですね。なんか、前回の講演に、あ、でもちょっと遅いな。やめよう。まあちょっと。まあ、秘書、エージェント。まあ、秘書ですね。うん。秘書にあれですもんね。今だとプロンプトでなんか、サブミットみたいな感じで押して出てくるだけですけど、はい、それだけだとちょっと秘書って感じじゃないですもんね。そうですね。なんかもう少し複雑なタスクをこなせるようになっていくっていうところが、うん、まあ一つポイント。なるほど。これはマルチプロンプトっていう感じですかね。はい、今のは。そうですね。マルチプロンプトっていうのはそうですね。まあなんか、今一つのプロンプトで出力するだけだと思うんですけど、うん、それはもう少し複雑な、なんですかね、命令を理解して、うんうん、まあ、例えばインターネットを検索していろんな、例えば何だろうな。なんか1000万円以下で、なんか東京で、なんかこういう条件でなんか家探しといてって言ったら勝手に探すとか、うん、まあ、そういったことができるようになっていくんじゃないかなっていう。で、まあ、そうですね。もちろんどんどん下に行って具体的な事例とか、うんうんうん、もうイメージベースでって言った方がいいと思うんですけど、まあ、最近そうですね。なんかさっきテキストコードの生成 AI とかで、まあ、本の内容を検索したり、
まあ、スプレッドシート、エクセルの、なんですかね。なんか、アシスタントしてくれる AI でしたり、なんか、もはやアプリを生成する AI ですとか、まあ、ウェブページを予約する AI とか、なんかいろいろ応用が、こう出てきていますと。これも出てきてる。あ、そうですね。これはもう使える状態ですね。ああ。まあ、一部、どうですかね、商用とか、プロトタイプとか、いろいろ、なんか、フェーズはあると思うんですけど、あ、これ、はい。会食さんの予想だと、エージェントレベルはまあ、26年ぐらいからみたいな話だったんですけど、はい。まあ、今でも出てきてるは出てきてて、だけど、そこと26年前後のそのギャップとかってなんか、あ、まあ、ギャップというよりは、まあ、グラデーションであると思うんですね。ああ。どんどんできるようなことが増えていって、最終的には、なんかその指示待ち人間レベルっていうふうには書いたんですけど、ブログでは。はいはい。その、まあ、なんか、何か言ったら、とりあえずその命令はいろんな解釈をして、実行してくれるような AI。まあ、今、この段階だと、まだ、本の内容を検索するだけとか。まあ、ちょっとあれですもんね。最初の。そう、ちょっとまだ、まあ、結構タスクが。っぽい感じ。そう、そうですね。はい。タスクが限定されてるじゃないですか、今って。うんうんうん、それがもっとこう丸、なんかいろんなタスクができて、かつ、まあいろんな、なんだろうな、まあ、そのタスクの実用性が上がっていくっていうのがイメージですね。うん、なるほど。まあ、なんで、まあ、生成 AI のまあ最終形態でこう、考えていますね。なるほど。うん、まあ、でも多分まだ一般的じゃないと思うんですね。AI エージェントとかって、そういう単語が。そうですね。はい。まあ、生成 AI とかジェネレーティブ AI も世の中的にはまだ一般化してないですよね。まあそうですね。世の中的には。はい。で、そうですね。これが具体的な話になっていくのか。ちょっとブログ、もうちょっと見つついきたいんですけど、まあ、ここら辺ですかね。まあ、ソフトウェアの UI が自然言語にっていうのは、ありまして、これは何かっていうと、まあ、今の、何ですかね、UI って、まあ、グラフィカルユーザーインターフェースって言って、うんうん、まあ、自分が操作して、グラフィカルに、こう、まあ、コマンドを打つんじゃなくて、わかりやすく、こう、いろいろ操作できますよっていうインターフェースがさらに進化して、今のジェネレーティブ AI の、その、まあ、進化系の AI エージェントが出てきて、まあ、いろんな、なんだろうな、そのインターフェース、コンピューターとのインターフェースをその AI エージェントがやってくれますよっていった、うん、まあ、事例ですね、と。これが、あれか。メタファーは、なんか確か、例えば今の、その、検索システムだと、イーロンマスクのことは調べられると思うんですけど、イーロンマスクみたいな偉人を19世紀あたりで見つけるって結構難しそうじゃないですか。うん、そういうことは、このメタファーとかと、できるようになっていくっていったところですね。あ、このメタファーっていうのは、その、検索エンジンを、なんかその生成 AI とかで、融合させて出してる、まあ、プロトタイプのエンジンだと思うんですけど、うん、そういったことが、まあ、今後、もっと柔軟に、検索システムが改善されていくってところは、結構、もう今はプロトタイプですけど、今後どんどん、まあ、4年後に向けて増えていくんじゃないかなっていうのは、なるほど。思いますね。なるほど。で、これとかは、ああ、この前のやつか。あ、そうですね。これは、また、ちょっと戻るか。まあ、これはフランスのなんか印象派で、
もっとこの名前となんかでリスト化してってところがガンガン出てくると、リスト化されてて、ちょっと横に概要と、こう、その人の肖像画入れてっつったら、こうやって、ウェブ画面をそのものをこう動的に変えていくといったところが、できるようになっていきますと。まあ、これも今の、GUI ベースのインターフェースだと結構難しいと思うんですけど、そうですよね。これが自然言語処理を介して、で、しかも、HTML の構造を変形させるような AI エンジンとか出てくると、こういうふうになりますよ、ということですね。なるほど。で、これが、まあ、多分この3、4年でこう洗練されて、どんどん2020年代後半に、増えていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。これってあれですかね。さっきのなんかテキスト、画像、動画とかそんな感じで表になってたじゃないですか。どの時点で。あ、赤色からこう、なんか出てくるみたいな。あれで言うとあれですか、コードの部分。そうですね。これなるほど。は、コードの部分コーでディンすグか AI みね。たいな。まあ、その裏にある HTML の構造とかを、多分、自然言語をインプットとして編集するような、この AI。まあ、これはそもそも多分、プロトタイプ、あ、プロトタイプですらなくて、多分これ多分デモだと思うんですけど、まあ、もうちょい今がやるっていしたうわらけじゃな出いでてすくるっね。てことそうですね。ですね。なるほど。まあ、これどんどんイメージしていきたいと思うんですけど。で、こういうのが、これ多分、ちょっと見た方もいるかもしれないんですけど、まあ、例えば AI エージェントって、まあ、こういう、まあ、Mac とかにあるようなところで、まあ、こういうふうになんか、食べ物を頼むときとか、こう店員さんがもうそもそも AI になってますよ。なんで、かこあれ、れ、今だと画面タッチとかするところ、あ、そうそうそのそう。必要すらなくなるってことですね。微妙な質問にも答えてくれるっていう。で、これが、本当にこう、どんどん2026年から、まあ、もしかしたらもっと早くなるかもしれないですね。もう2020年代後半からこういうのがどんどん社会で見られるようになってくると思います。もう本今当もこれ結 SF 構、的だと思うんですけど。ロボットとか増えてますもんね。あ、そうですね。なんか、スポットとか、そのハロウィンとかでいましたよね。確か。ああいうやつらが、なんだろうな、エージェント化していくみたいなあ、そうです ね。イメージですね。まあ、こういった、マジでこれ多分来ますね。2020年代後半から。ですよね。全然信じられないと思うんですけど、来ますね。もう本当 SF になってきますと、世界が。で、あとは、パーソナルアシスタントとか、あって、これ広告とか入っちゃうかな、もしかして。アシスタント AI とかよく言うかもしれないですね。そうですね。AI エージェント。これって、まあ、こういう、まあ、これ人間、リアルな人間じゃなくてもいいし、キャラクターでもいいんですけど、こういうふうに、雑談とか、相談事とかできるようになると思うんですよね。これ YouTube うるさいですか？いや、これね、YouTube 聞こえてないですね、今。あ、そうなんですね。聞こえてないです。とりあえず、喋ってるんですよね、きっと。で、いろいろ喋って、いろいろやってくれますだかと。らね、笑顔のお姉さんが見えてるだけなんですよ。我々は。あ、そっか、そっか。あ、そっか、そっか。僕、ズームだから音聞こえないのか。そうなんですよ。まあ。で、あとは、こういう、仕事場とかでこういう AI がいて、こういろいろ、なんだろう、AI エージェントとしてタスクをこなしてくれるプロトタイプがこれですね。まあ、こういったイメージで、少しずつ2020年代半ばから後半にかけて、まあ、ほぼほぼ普及していくと思います。で、これ、そうですね。本当に、こんなこと起こるんだみたいな感じですよね。で、なんちょっか結構コメント来てましたね。と、あ、本当ですか？なんかめっちゃ補足とかしてくれてますね。山和さんとか。
ああ、本当ですか。からげさんとかも。いはい。あと、モッチーさん、橋本さん。なんかああ、ありが質たいですね。問的なのはあんな。エージェント AI は、言語を理解して、ロジックでアドバイスしてくれるのか、それとも、ディープラーニングのようになぜそう判断したのか分かんないけど、適切なアドバイスをしてくれるのか、ロジックに。ああ、それは、なんかフェーズが3つぐらいありまして、第1フェーズは今の AI って、ただ統計的になんか返すだけだと思うんですけど、フェーズが、もう一段階上がると、例えば、外部の知識を参照するんですよね。例えば、Python とか、電卓とか、そういう、もう少し構造化されたデータベースとかを参照して的確にこう答えるので、ある意味で完全にそれっぽいこと言ってるっていうよりは、ちゃんと例えば足し算とか、掛け算とかもできるし、なんですかね、統計と論理っていうか、曖昧さと、こう、完璧な論理を、こう、いい感じにミックスしたようなものが、AI エージェントになるはずです。なるほど。今の AI って、だから例えば、結構適当なこと言うんですよね。例えば、宇宙にいる、ちょっと忘れましたけど、宇宙にいる熊ってどんな生物ですかとか聞くと、適当なこと返してくるんですよね。で、それって結構それっぽいことを言うだけの AI になってるんですよ、今の AI って。ですけど、それ AI って、に、わかんないことはわかんないって言うようになると思うんですね、今後。そういうふうに、強化学習とかで、訓練することはできるので、ちゃんとしていくと思いますっていう。で、ですけど、これフェーズの2段階目で、で、3段階目に上がるためには、結構もっと時間、2030年までにはちょっと難しいかもしれないですね。なんか、新、ね。汎用人工知能とかと手前と後とかも、なんか違いますよね、その辺の。あ、そうですね。僕は分けてるのが、ここで書いてあるんですけど、まず今の AI が、ジェネレーティブ AI も含めて狭い AI っていうふうに考えてて、で、これは特定のタスクに特化してるんですよね。画像を生成するとか、もう含めて。ですけど、2026年頃から一般化知能で、これがそこそこ、頭いいんですよね。で、そこそこ使えるみたいな。それを指示待ち人間レベルって言うんですけど、ここれれがが A、これが今日の AI です。話ですね。そう、これが今日の話。で、本当に、真に思考してるのかみたいな話になると、汎用人工知能ってなって、もっとこう創造性とか能動性とか、まあ、人間レベルみたいな。人間レベルが2035年から40年かなっていうふうに。で、それ以降に超知能出てくるよ、みたいな話があって、もう、これは、あれですね、来年やる、早そういうちですにちょっとやりたいと思うんですけど、知りたい方はここで見てくればいいんですけど。で、いいですかね。あ、大丈夫ですね。それ続き大丈夫です。で、話すこと多すぎて全然進まないの。なんかあとどのぐらいありますかね。なんか後半の話まで。わかんないですね。もう、どんぐらいなんだろう。とりあえず、ちょっと早めに進めていきます。OK です で、次ロボットっすね。で、ロボットっすねとか言って、で、ロボ、ね、ボストンダイナミクスって皆さん知ってる方多いと思うんですけど、こういうふうに、結構柔軟にいろいろもう動けるようになってきてます。環境をちゃんと整えて、結構何回かトライすれば。あ、こで、のこ前れ、僕犬ロボット出会ったんですよ。スポットイでベンすよトね、で。多分。あ、ですかね。いスや、ポッ結トじゃないかも構しれないけど。僕らを認識して近づいてきて、お辞儀したりとかなんかいろんなことしてくれるんですそうなんすか。よ。結構、え、こんなことまでしてくれんのみたいな感じでした。インテリジェントですね。階段登ったりしました、ロボットで。ええ。そういうちょっとした階段登るとか、そもそも歩くっていうことでさえ、5年、10年前とか結構難しかったんですよ。ですけど、最近の、強化学習の結構進歩とかがあって、ちょっとずつできるようになってきてるんですよね。
はいはいはい。で、こういう今この動画で見せてるようなやつも、まあ、2026年頃までには、このレベルで結構、これ結構もう何回かトライして撮ったやつだと思うんですけど、うんうんうん、このレベルで安定的に動けると思う、動けるようになったと思いますね。なるほど。爆転したり。こいつやばいですよね。こんなのできたらやばいです。そうそう。で、これ今の段階だとどこでもできるってわけじゃないし、いつもできるってわけじゃないと思うんですけど、それがもう本当にコンスタントにできるようになっていくと思いますね。はいはい。その4年後ぐらいには。で、ゴールドマン・サックスとかが2035年までに、現在の EV 市場と同じ規模になるって予測してるんですよね。積極的にな予想だと。ああ、なるほど。ヒューマノイドロボットが。テスラをこれ。街中で見るぐらいな感じそうにそなっうて。そう。テスラを街中でこう見かけるぐらいになってきますと。テスラのオプティマスか。まあ、そういうふうになってきているんですけど、まあ、こういうふうに悪用される可能性も出てきますよねと。まあ、悪用っていうか、まあ、戦争に使われる可能性とか、ちょっと重いですね。まあ、ロボットが戦争に使われる可能性とかも出てきて、いい面だけではなくて、まあ、すごい悪い面とかも今後増えていくと思いますね。簡単に、一般 AI エージェントとかを個人で作れるようにもなっていくと思うんですよね。なので、そうすると結構、テロとかにも活用できるし、なんか毒物とかをなんか生成することもできるようになると思うので、これひそどこいっらす辺ね。は課題ですね。まあ、フェイクニュースとかも出てくると思いますし。なるほど。っていう、まあ、デメリットありつつと、まあ、主にちょっとポジティブな方で今日は行きたいと思いますけど、まあ、そうですね。いろいろは、まあ、いろいろ、ここで紹介しておりますけど、まあ、本当に、まあ、いろんなロボットが、2026年頃から産業面で結構出てくると思いますね。まあ、産業が最初で、まあ、徐々にコンシューマーに行くみたいな。なるほど。はい。で、次、コーディング AI で、今もコーディング AI って結構そこそこすごくて、例えばこのちょっとデモ見てほしいんですけど、ああ、やばい、うるさい。あ、こっちは大丈夫ですよ。僕はうるさいです。で、これ簡単に言うと、なんかトーナメント形式のなんかのゲームがあって、で、それで、なんだっけ、なんか、計算してくださいみたいな問題を与えますと。これ人間ですね。この緑色のやつが。あ、はいはい。で、まあ、これをちょっとシミュレーションしてっていうふうに言うんですよ。AI に。そうすると、こうどんどん、この注釈ああ、付きでどんどん、なるほど。やってくれます。で、今のコード生成 AI ってすごくて、自然言語言語で説明しながらコードも書いてくれるんで、はい可読はいは性い。も高くなってますよと。で、しかもこう間違ったら、ウップスとか言って、あ、ちょっと間違ったんで、やり直しますとか言ってやり直してくれたりするんで、コード生成 AI が。ああ、なるほど。これコードの画面とかも出てくるんですかね、プレビューとかで。例えばこんな風に、このコード実行すると、画面上でこうなるよとか。あ、それも、まあ、実装によってできるんじゃないですかね。あ、これは、まあ、そもそもウェブアプリとかじゃないんで、そういうのは出てこないですけど。あ、こうですね。ウップスって言ってますね。ウップス、本とりあえ当だ。ずはミステイク。あ、ちょっと間違えちゃった。ちょっともう一回やりますね、みたいな。のへえ。で、これ自己修正するんですよね。行動を。なるほど。みたいなことが、こうインタラクティブにできるようにもなってきますよね、と。まあこれ、今のこの時点でこんな感じのレベルに管理きてますねと。なるほで、ど。なんか、結構ロブロックスとかで、その、まあ、
ノーコードあるじゃないですか。はい。ノーコードも今、ホームページ作るみたいなレベルから、まあ、EC アプリとか、メタバースとかだんだん広がっていってるんですけど、はい。やっぱちょっとやっぱコード書かないとダメな部分あるんですよ。やっぱやっていくと。ああ、なるほど。こういうことしたいときは、やっぱり、プラグインがないとか、その、ソケースだとノーコードじゃ無理で、やっぱりコード必要じゃんってなるんですけど、はい。まあ、そこにも補ってきますよね、今みたいな。コード。あ、そうですね。コーディング AI とか。まあ、なんか、そもそも別にコーディング AI じゃなくて、世界を想像する AI みたいなのも出てきてるんで。ああ、メタバースそのものね。そうですね。もうなんか別にコード生成する必要ないみたいな。このレベルにも行くと思いますね。そのコード生成 AI は、どっちかというと開発者向けで、はい、うん。どっちかというとあれですかね、なんか、本当にプロトで作るとか、まあ、セキュリティでこだわんないとか、はい、その、あとはまあ開発者の補足というか、その、はい。なんていうかね、最終的には開発者がチェックするんだけど、はい、全部をゼロから書かなくていいみたいな。あ、そうですね。そういう感じですよね、きっと、まずは。うん。なんかそのデプリットっていう、そういう開発環境を提供してる、なんか会社の CEO が今日言ってたんですけど、うんうんうん、10年でもたらされるソフトウェアの巨大な変化みんな理解してない。イライラみたいに言ってて。イライラ。今はまだコード生成 AI は3から 50% 程度の生産性のコードだけど、これから10年で100倍になりますよと、その生産性の向上が。で、まあ、なんか、例えば8時間かかるプログラミングとか5分でできるようになりますよと。うん。で、それが多言、しかも、もっと早くなるかもしれないっていう。そうですよね。そうです。なんかこの前 GPT-4 か GPT-3 に比較してなんか、図で表すとこんぐらい違うんだよみたいなの。なんか、成田さんって人、あの、クラウドワークスの。はい、方がなんか言ってましたけど。あ、なんかちょっと、このちっちゃいのが GPT-3 の規模で、GPT-4 はこんぐらいですよ、みたいな。大規模モデル感をこう、図で。だからその、なんていうのかな、線形じゃなくて、エクスポネンシャルな進化が、ね、やっぱり、感覚的に、はい、人間の感覚だと分かんないですもんね。なんか、僕も分かってないですもん、実は。ですよね。こんなことやってるけど。はいはい。で、その感覚的には理解できないんですよ、僕も。うん、やっとこう論理的に考えてわかるみたいな。そうですよね。レベルなんで、僕でさえ、はい。で、そうですね。であと、コード生成 AI っていうと、アプリケーション生成 AI みたいなのも出てきてて、あ、これですね。なんかツールボットっていう、なんかアプリで、なんか大規模言語モデルが大規模言語モデルを用いたアプリを作ってくれるみたいな。はぁ、あ、どういう、入れ子構造みたいな。で、これは turn plain English into bash command。なんか、英語をコマンドに直してください。そうすると bashify っていうアプリがいきなり出てきて。はいはい。Git でテストブラッジを削除してくださいって言うと、そういうコマンドが出てくりますよと。うん。もうなんかどんどんメタ化してきてますよね。アプリを作る AI が出てきてるっていう。さっきまでコードを生成する AI だったんですけど。はいはいはい。これはもうもはや、なんていうか別にコードを見てないですよね、そもそも。うん。で、このレベルになってくってことですね。10年以内に。まあ、多分5、4年後、後にもどんどん普及していくというふうに思いますね。うん。まあ、4年後って僕言ってますけど、でもそれもちょっと保守的にちょっと言ってるんですね。中央感を持って。ああ、どっちかというと保守的なんですね。うん、どっちかというと僕の考えでさえ、どんどん早くなっていくんで。なんか前回も言ってましたもんね、はい、そのベンチマークでこの辺になるだろうみたいなのがどんどんなるだろうって言おうと思ったらそれが更新されてるスピードで今成長してるというか。なんかやばい、AI 進化やばいからベンチマーク作ろう、よし作ろう、作る前に、公開する前にそれ超えられたみたいな。みんなね、これでいいかとかってやってる間にもうそれができるようになってましたみたいな。
なんかもう研究者ですらちょっと唖然してるみたいな、その予測を専門にしてる人ですね。はいはいはい。なんで僕も予測してるけど、僕の予測もどんどん早まっていくと思うんで。でも今みたいにメタ化していくと AI がその AI を作るみたいな構造になっていくみたいな。あ、そうですね。なってくるとね、もう。ありますね。もはやわけわかんなくなりますよね。そうですね。それは自己改善が出てきますね。うん。で、次、行動生成 AI は、まあ、こんな感じで。メタバース、3D か。動画とか。まあ、そうですね。メタバースとか。うん、まあ、これ、山川さんから知ったのなんですけど、まあ、こういうフィギュアをインプットとして、こういうふうに踊らせることも可能になってくると思いますし。うん。これなんだっけ。あ、これは、その、例えば、なんかこういう VR の空間作ってねっていうと、こういう情景を出してくれるみたいな。で、しかもこれ、うん、まあ、そうですね、VR なんで3次元的に出してくれるっていう。うんうんうん。しかも結構綺麗だと思うんですよね。うん。で、こういうのがまあ、数ヶ月前にも出てるんですよね。ステーブルディフュージョン VR。あ、そうですね。ちょっとこのレベルってもっと5年以上後かなと思ってたんですけど、うん、どんどん早まっています。で、あとはデジタルツインの話とか、うん、なんかこういうふうに Google マップが結構動的に、ちょっと海とかが、あ、動いてるね。動いてたり、Google マップがちょっと動いてるみたいな。今のリアルタイム映像っぽくなるみたいな。あ、そうですね。ぽいけどシミュレーションなんですよね、これ。多分。そうですね。まあ AI がおそらく、それっぽく動かしてるっていう。だから、なんだろう、存在しない空間でもこういうふうに、リアルな、動的な。あ、そうですね。例えば僕、さっきの VR、ステーブルディフュージョン VR みたいなもので一旦生成したものが、こういう、さらに生成 AI でこうシミュレーションされるみたいな。うん、ことが起こってメタバースが加速していくっていうのはあると思いますね。すごいですよね。だから AI エージェントレベルになってくると、なんかパッてなんか言葉発したら、それの画像だったり動画だったりメタバースだったり、こうなんだろうな、そこからこんなアプリケーションのできますよとか、なんかいろんなことをこういろんな観点から勝手にどんどんやってくれるイメージです。ですね、なんか。ちょっと応用範囲が莫大すぎて、ちょっと、なんか、ちょっと想像が、なんか、貧困なのか。どこまでが飛躍で、どこまでがリアリティなのかみたいな。うん。結構最近 NARF とか、で、なんですかね。いろいろ写真とか映像から三次元世界をこう再構成するみたいなのも流行ってるので、うん、まあ、本当にこれも、2020年代後半からどんどん普及して、Google マップみたいなところで活用されるんじゃないかなと思います。うん、まあ、Google マップだけじゃなくて、リアルな VR 世界とかにそのまま来ちゃう気がします。いやー、来ますよね、メタバース。2030年くらいに、はい。今っていうよりは。いや、まあ、やば、もう時間な。あ、根拠とか言う。根拠行きたいですね。ちょっと根拠を結構聞きたい人多い。この辺は知ってる人結構いますからね。この辺は調べてる。まあ、そうですね。ここら辺はまあ科学のギャラクティカとか、うん、まあ、科学が加速しますよみたいな話ですね。はいはいはい。まあ、論文を取得して仮説立てるっていうような AI も多分2020年代後半から出てくると思います。うん。で、ここら辺はそうですね。飛ばして、で、じゃ、ちょっとやっと本題っていうか、なんでそうなるかっていうのが、あと5分みたいな。いや、もうちょい大丈夫です。あと、とりあえず、まあ、延長15分ぐらいまでは、許容範囲かなという感じで。はい。で、じゃ、ちょっともうブログベースでいくと、まあ、いろいろ加速しててやばいみたいな話をしてて、ここでは。で、うん、で、一般化知能とはみたいな話はさっきした AI エージェントの話ですね。で、今の AI ってなんか問題あるよねって話が、
て、はいはいはい、それがさっきもっちさんも言った通り、パターンでしか話してないよねっていうのと、あと新しいタスク覚えようとすると忘れちゃうみたいな問題があるんですけど、それどっちも現状解決の兆しみたいなのが存在して、例えばこの上のパターンで話してるっていうのは、あのルールベースの AI 強化学習を使って、もっと、人間に沿う、人間のなんか思うような答えにさせるとか、あとは新しいタスク忘れちゃうって話しても、あのなんかバイレベルコンティニアラーニングとか継続学習とか、プログレス&コンプレックスとか、なんかアルゴリズム上流みたいな話で、こう改善できるよねっていう話がありますと。はいはい、はい。なので、その根本的に今の AI と、なんですかね、知り待ち人間レベルの知能にそこまでギャップはないって思ってて、僕は。はいはいはい、はい。あの、いろいろ言われると思うんですよ。論理的欠陥あるよねとか、論理的足し算できないじゃん、掛け算できないじゃんとか、あと常識的な推論できないよねとか、あるんですけど、まあこれはもうほぼほぼ克服されると思って、本当に4年後とかにはもう完璧に、指示待ち人間レベルの性能にはなっていると思ってます。で、これまあ例えば論理的思考については、最近思考の連鎖、例えばこう段階的に考えて出してねとかいうふうに指示したり、あとはその答えを多数決取ったり、強化学習ですとか、あとは最近、Google が出したエフランユパームっていうめちゃくちゃやばい、GPT-3 を超えて超えて何回か超えて超えてドラゴンボールみたいなわけですね、今、自然言語処理とか。俺の戦闘力は何億だみたいな。そんなレベル。53万とかのレベルじゃないの。そういう感じでなってるやつ、微調整とか、プロトタイプチューニングだっけな。あと外部知識活用。これさっき言ったやつですね。データベースとか、Python 呼び出すみたいな話とか、あとは外部の物理シミュレーションを使って妥当なことを言うとか、いうふうに、まあ、論理的な思考っていう、まあ、ものはこれで解決すると思いますね。なるほこのど。延長線上で。で、プラス、あと常識的な推論についても、今って結構、マルチモーダル AI って進んでいて、例えば、今年5月、言われてた、ガトーとか、もう、視覚から、なんですかね、言語から、あと、ちょっと動画とかも生成できたりするんで、その延長線で常識な推論もできるようになっていくっていうのはありますし、あと、昨今、メタ学習の研究も進んでて、基礎の学習モデルを圧縮して、それを再利用して、AI モデルに組み込むことで、効率的に常識をこう、会得していく道もあると思うので、で、どっちも別に論理的思考ないよねとか、常識的にそれ今しないよねっていうのは、もう本当2、3年前の話なんですよね、この AI の。もう本当こう、1、2年で本当に全部どんどん、もう克服されていっているっていう状態なので、この延長線でもうあと4年以内にはもう完璧になっているっていったところが推測できますと。やっぱ過去2、30年の進化のスピード感で見てたらダメってことですよね、もう。本当そうですね。5年前と今だいたい同じでしょって思ってちゃダメですね。なんかね、そういうスパンで見てちゃダメみたいな感そうじですですね。もう本当、正直1週間レベルで変わるんで、なんかいろいろ。それがだんだん一日レベルとかね どん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 こう、なんか圧縮さ僕れでてきさますえもよ、終えてないみたいな。そうです。ね。数日前の常識が今破壊されてるみたいなのが余裕で起こってるんで。で、さらにこれからそうなりますもんね。そうですね。数日前これできないよねって言ったのが、余裕でできちゃいましたみたいな。どんどん起こるんで。今現状を見て、AI はこれできないっていうのも、まあ、正しいといえば正しいし、そういうのも大切ではあるんですけど、そうまあ、ですどっよね。ちか。そこ重要ですよね。うん。いや、なんか、もはや、何なんだろうな。何か、現状を見るよりも、少し先見てないと、現状がずれるというか、そうですね。なんかサッカーでパスするときにね、走ってる、その人の前にパスするじゃない、ボールを蹴ると思うんですけど、今いそうるですところね。に蹴っても、過去のポイントでしかないみたいな。なんでそう、今できないことを見るのも大事だけど、どっちかっていうと、こう、
それができるようになる前提でいろいろ考えた方がいいっていうことは思いますと。うん、で、あとメタキュラスで、まあそういうオンライン予測市場みたいなサイトみたいなのがあって、それによると2028年に、弱い汎用的な AI システム来ちゃうよねみたいな話があって、はい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 、で、これ、ほんの1年前2045年だったんですよ、これ。予測が。で、この1年のやばすぎる加速で、20年ぐらいわーってこう、早まってて、はい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 、もうあと2年ぐらいも早まると思うんで、2026年に行くと思いますと。ああ、そういうことで言ってたんですね、2020年。はい。まあ、そうですね。で、あとは、あと2026年に人間レベル知能ってのがあって、うん。まあ、これ結構、どういうか、簡単に言うと、人間って30歳までに10の25乗回ぐらい計算するんですよ、脳の中で。うんうんうん、で、それを、で、今の大規模 AI モデルって10の24乗ぐらいなんですね。うんうんうん、で、あと10倍ぐらいでいくんじゃないかみたいな。で、これって、いろいろこう計算すると4年以内でいくっていう可能性が高くて、で、ここは結構根拠ですね、2026年の。ああ、なるほど。なんで、まあ、2026年に、まあ、ほぼほぼ人間レベルの、指示待ち人間レベルの知能が出てくるんじゃないかっていう具体的な根拠はこれですね。あ、なるほど。今、だいたいなんだっけ、まあ、カラスから猫レベルみたいな。ああ、はいはい、はい、はい。話なんですけど、人間レベルに来ちゃってますよと。まあ、あと4年以内に。うん、うん、うん。で、まとめると、まあ、いろいろ、もう論理的思考とか、そういうのは全部現時点でそんなに課題ないよねっていうのと、あとメタキュラスの予測も、まあ2026年、2028年だけども、2026年にはなるだろうっていうのと、あとは、まあこういうレポートもあるので、2026年までにはもう人間レベルの、指示待ち人間レベルには AI はなってんじゃないかなっていう感じですね。あ、これは汎用人工知能か。で、あと最後にハードの話をちょっと。はい。多分普及にはハードが必要ですよねっていう。あとネットワークとかどうですか？多分、はい。言語もで、なんだろうな。メタバースとか動画レベルになってくると、だんだん容量が。あ、トラフィックの話か。はい、そっちも結構僕思ってて、5G、6G とか、衛星通信とかなんかいろんなの出てくる、来てるじゃないですか。はい。あの辺って結構ハードもそうなんですけど、ネットワークって基地局だったりとか、なんか物理的な、こう、コストというか、っていうのも結構かかったりすると思うんですよね。はい、なんかそこを僕はあんま考察できてなくて。はい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 。ちょっと今後考えなきゃいけない。ソフトウェアはね、多分間違いなくこのスピードで進化するじゃないですか。そうですね。あとハードも結構、はい、結構いい感じでも来てるんですよ。ああ、なるほど。あと通信トラフィックはどうかっていうのはあるんですけど。そうですね。まあでも画像テキストレベルだったらもちろん全然問題ないと思うんで。はい。今の通信レベルでも。まあでもこのハードの話、ちょっと今からするんですけど。はい。別にローカルで AI も全然動くようになっていくと思うんで。ああ。まあ最悪通信そんなにしなくても、そこそこ賢いものがローカルで動くと思うんですよ。あ、なるほど。で、まあちょっと発射言いながら行くと、脳の計算処理能力って、まあ、10の15乗とか10の16乗って言われてるんですけど、まあ、例えば2030年頃めどに、計算端末上に入るんじゃないかみたいな予測があって、うん、それが起きてしまうんじゃないかっていう、この立憲の高橋さんは言ってます。はい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 。で、あとは、ニューロモフィックチップとか最近結構研究されてる分野で、まあ、従来的な、CPU とか GPU ではなくて、なんか結構省電力に、なんか何倍なんですかね、うん。従来のプロセッサーの何千倍とかの、計算を行えるよとか。あとは、従来的な GPU とかでも、もう現時点で結構10の13乗とか、14乗とかの計算ができますよと。うん、あと一桁ぐらいなんですよね。10の15乗人間レベルまで行くのには。うんうんうん、あとで、そうですね。あと10年とかで行っちゃうっていうところはあると思いますね。と。まあ、なので、まあ、ハード的な問題も、まあ、超えて普及はしていく
と思ってますと。うんうんうん、まあでも、ちょっと細かい話になっちゃうか。あ、なんか質問なんですけど、人間の処理能力が10の16乗フロップスってこと？いや、15ですよね、多分。ああ、そうですね。人間の、まあ、だいたい1秒間に10の15乗回頭の中でいろいろ計算してるっていう試算がありまして、まあ、それを、何ですかね、元に、まあ、大体人間レベルの、計算能力が、まあ、スマホの端末上とかにも入ったら、まあ、その指示待ち人間レベルの AI、さっき言った AI エージェントとかも、そのコンピューティングリソースの中でできるんじゃないかっていう話ですね。うん、うん、うん。はい。で、まあなんかハードウェア系の話は、まあ、細かいことある、いろいろあるんですけど、まあ簡単に言うと2028年までムーアの法則続くよね、みたいな話があって、で、それで今の10倍程度いくよね、っていうのと、はいはいはい。あとそれ以降は3次元積層っていうか、今2次元でこう、やってるんで、それがそのトランジッタとか3次元積層になって、で、これ最大100倍で全部で1000倍とかなんですけど、まあちょっとこれ、どうかなっていうのはあるかもしれないんで、まあ10倍かけ10倍で、まあ、100倍ぐらいには20年以内に行くんじゃないかみたいな話があって。量子コンピューターとかやんなくてもってことですか？あ、そうですね。量子コンピューターいらないで、今の人間の脳の処理能力を同じぐらいの消費電力でできるようになるっていう。なあ。なんかよく、その人間の脳との計算、コンピューターって全然違う。名前も違うよねみたいな話あると思うんですけど、それはあと10年、20年で、もうほぼノーレベルの処理能力になっていくってことですね。コンピューターが。うん、うん、うん。で、これ、現状スマホの最新 iPhone 14 Pro とかが、10の13乗フロップ2ぐらいなんで、その AI 専用チップみたいなのが。まあ、それが、まあ、2035年までには、まあ、10倍から100倍。に乗って、10の14乗から10の15乗ぐらいに。うん、うん、うん。なんじゃないか、みたいな、話、ですね。はい。で、メモリー、結構メモリがクセモノで、今の、大規模言語モデルって、例えば GPT-3 だと1700億パラメーターとかだと 170GB 必要なんですよね。うん、で、そのメモリが今、最新のグラボとかでも 24GB とかなんで、なんか全然足りないみたいな話があるんですけど、うん、まあ、このちょっと、このサイトによると、はい。まあ、いろいろあるけど、ちょっと1センチ、まあ、だいたい1センチ、1平方センチメートルぐらいに、60ギガバイトぐらいに乗るようになるみたいな話があって、うん、で、それって今の10倍以上なんですよね。うん、なんで、まずそれが10倍以上になれば、GPT-3 はどうかな？は、24ギガ、どっちの三十。ちょっと、いろいろ計算したんですけど。面白いです。まあでも2030年代ぐらいには、パソコンで GPT-3 ぐらいのパラメータはメモリに乗んじゃないかな、みたいな。なるほど。のあって。で、スマホだと乗らない可能性あるんですけど。はいはいはい。でも今の、なんですかね、いろんな研究で、そのちっちゃいパラメータでも結構な性能出るみたいな話もあるので、例えば1.2億パラメータ、1セムの1ですね、0.1% のパラメータでも、特定タスクのドメインで同じ大規模言語モデルと匹敵する能力を発揮するみたいな話もあるんで、まあそんな1000億パラメータも載せなくても100億とかでも結構十分、いろんなタスクをこなせるようになるんじゃないかみたいな。はい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 。ふうには思ってますね。すごいっすね。
単体のスマホとか PC で。そうですね。そのレベルなんで、そうですね。通信トラフィックの問題、ちょっとあんま考えてなかったんですけど、それが、たとえそれがなくても、なるほど。あの、ローカルで人間の指示待ち人間レベルで動くっていうのができますね。もうそこまで心配しなくても。はい。まあ、5G、6G で、はい。まあ、その保管もあると思うので、まあ、まあ、問題は全然ないかなと。普及に関しては。ハード的な普及という意味で。はい。あ、ちょっと今コメント、いい感じのコメント来てるんですけど、AI はいつまで単体でしか動かないのか、とりあえず3人でもいいから違うアルゴリズムで議論して、決めていけるようなものが出てきてほしいと。はいはいはい。まあでもこれって、最近なんかあれですよね。AI が、AI を認識するじゃないけど、なんか。ああ、AI 同士の話ですか、これ。そうそうそう。AI 同士が多分インタラクティブにって話。あ、なんかそれマジで、ここ1、2年でめちゃくちゃ出てきてて。ですよね。そうそう。なんか今、AI って単体で動いてるんですけど、はい、それがその、もっと AI 同士でインタラクティブして言語をこう創発するみたいな研究とかも、活発になってきてますし、うん、あとマルチモーダル、マルチエージェントのその研究用の開発環境みたいなのがどんどん、あの、昨日ディープマインドが出してたんで、あ、そこら辺も、あの、どんどん開発は進むんじゃないかなと思いますね。なんでそこら辺のモッチさんが言ってるのは、あの、ここ最近結構どんどん盛り上がっていくような、あの、分野な気がします。はい。うん。そうですよね。まあ、なんか、まあ、僕がよくその未来について考えるときに、その、まあ、アクターって、まあ、概念あるじゃないですか。アクターネットワークとか。はい。要はその何が主体で、知的主体で、こう、社会のその知的主体単位とかみたいなのが、うん、まあ、人間だけじゃなくて、まあ、AI もアクターになると。はい、はい。で、まあ、その AI の数とか処理能力とか、人間の比じゃないぐらい、こう、積み上がっていったときに、まあ、例えば社会を構成する単位として、その人口とか人間というよりはむしろ、その AI とかの方が結構ウェイトでかくなっていく。うん、し、しかもそのメタバースとかで、こう、世界も多様化していくとか、なんかいろんな、こう、マルチバース的な感じになっていくと、なんかちょっと今とは全然違う感じのこう世の中というかなるよねと思ってて、あ、それ確実になりますね。なりますよ、ね、多分 20年以内に人類の人口を超えますね、 AI とかが。ですよね。だからそこね、僕結構今最近考えてるんですよ。その理想の社会というか理想の世界はまあ多分そこは僕はどっちかというと人間よりも AI をの比率が高い方がなんか人間にとっても幸せなんじゃないかって思ってる派なんで。あ、まあ僕もそう思いますね。ですよね。まあ、そこをね、無双してるんですよ。なんか簡単に言うと人間だけだと人間同士うちわもめとかすると思うんで。そうですよね。AI が人間以上に賢いし、人間以上の数いると、うん、なんかもう新たな生態系みたいなのができて、なんかデジタルネイチャーみたいな、お茶洋一さんが言うような、うんうん、なんか新たな、あの、生態系みたいなのが出てくると思うので。うん。まあ、これ SF とかじゃなくて、マジでそれが現実になるんですよね。そうですよね。僕もね、あんまりね、無双とは言いつつも、ま、全くの根拠がないことはあんま考える方じゃなくて。はい。どっちかっていうと、もうかなりそれリアリティで考えられる。こういう話を前提にするとっていう。そうですね。うん。まあ、こう、まあ、おそらくみんな気づき始めるのが、3、4年後かなっていう感覚はありますね。そういうリアリティに。そうです。いや、でもそれがね、一般の人は気づかないんですよ。あ、本当ですか？最後の最後まで。最後の最後まで気づかないのが一般の人たちなんで。ああ。でも、アーリーアダプターぐらいだったら確かに気づいてるかもしれないです。もう。ああ、そうですね。はい。いや、結構。結構飛ばしたなって。はい。今日は、どっちかっていうと、その、まあ、後編のリテラシー、前段リテラシーみたいな話をしてるんですけど。まあ、そうですね。まあ、後編をちょっと、あれですか、少しこう、なんていうんですかね、こう番組予告じゃないけど、するとすると、
まあちょっとあります？なんか少しだけ、なんだろう、こんな話をする予定ですとか。なんかさっき話したマルチ、なんですか？マルチエージェント同士の記号操作とかって、なんかその今までの AI って、その、1エージェントだけで世界を理解しようとしてたんですけど、まあ、そうじゃなくて、マルチエージェント同士でいろいろ話すことで、その記号とか言語ってもっと効率的にいい感じに創発されるよねっていう研究があるので、まあ、その文脈の話が、例えば汎用人工知能につながるんじゃないっていう、この新しい、なんかこの AI のなんかゴッドファザーみたいなのが3人ぐらいいて、はいはいはい、ヤン・ルカンさんとヒントンさんとベンジョーさんっていうのがいるんですけど、この3方が考えてる汎用人工知能の方向性とはまた別、明示的には言ってないと思うんですね。そういう複数のエージェントが、みたいな。そこら辺の話とか、まあ、あと、超知能の話とか、安全性、研究、なんですか、超知能のコントロール問題とか、うん、あとは、そうですね、社会がどう変わっていくかっていうのをもう少し2、30年スケールで。そうですね。今のは、はい。フューチャリズム的には、後編がちょっと結構あ。そうですね。今回はこの前提みたいな。そうですね。今回はもう本当にもう普通に線形に、なんていうのかな、もう当たり前というか、みたいなレベルの話です。まあそうですね。はい。一応、ワンクッション置いとこうみたいな感じ。そうですね。やべえ、変なこと言ってるっていうなっちゃうのは、ちょっとあれなんで、前段としてという。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっといい感じの時間、まあ、過ぎちゃってるんですけど、いい感じの時間になったので、まあ、こんな感じで、ちょっと前編の方は終了したいと思います。じゃあ、ちょっと、あれですね。後編は、まあ、多分、年明けちゃうと思うんですが、ちょっと、もう、フューチャーリズム的には、ちょっと後編の方が、どっちかっていうとね、僕ら的には話したい話でもあるんで、ぜひ、ちょっと今回ので、なんだろう、リアリティをちょっと、リテラシーとして、まあ、蓄積。で、この文はあれですよね。このフューチャリストのサイトのところに、10年後 SF、世界は SF になると思うという、まあ、中に、まあ、文章でも、梅食さんの記事ですけど、書いてあるので、はい、はい、ちょっと参考にしていただくと、今日の復習にもなるかなと思います。はい。はい。じゃあ、あと何かありますか？梅食さん、なんか、最後。あとは、はい。まあ、特に、まあ、僕も発信していくんで、今後も。まあ、リアルタイムにやっていくんで、よかったら見てください。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと長い間になりましたが、視聴いただきましてありがとうございます。はい。じゃあ、これでちょっと YouTube の方はストップしたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつ止め方がわかんない。ちょっと待ってください。毎回。どうすればいいんだろう。あ、僕ずっと。